今日は二十四節気の一つ小暑です。梅雨明けが近づき本格的に暑さが訪れると言われています。県内は午前中から気温が上がり、各地で最高気温が35度を超える猛暑日となりました。県内は午前中から強い日差しが照りつけ、気温が上昇しました。熊谷地方気象台によりますと、各地の最高気温は熊谷で 36.5 度、久喜で 36.4 度、越谷36度、埼玉で 35.8 度など、8カ所ある観測地点のうち6カ所で猛暑日を記録しました。この暑さで午後4時までに県内では熱中症の疑いで34人が救急搬送され、このうち1人が重症です。この時期は体がまだ暑さに慣れておらず、熱中症に十分な注意が必要です。屋外はもちろん、室内で過ごす場合でも涼しい服装を選び、こまめに水分や塩分を補給したり、適切にエアコンを使用したりするなどの対策を取り、もし体調に異変を感じたら、ためらわず医療機関を受診してください。明日開幕する夏の高校野球埼玉大会を前に、大宮公園球場で今日開会式のリハーサルが行われました。今年の大会には156校145チームが出場し、4年ぶりにコロナ禍前と同じように吹奏楽や声を出しての従来の応援が認められます。リハーサルではプラカードや旗を持ったマネージャーたちが行進するコースを入念に確認しました。開会式の司会進行を担当する2人のマネージャーは、大会関係者と打ち合わせを行い、前を向いて大きな声を出すことなどを意識しながら取り組んでいました。大役を任された誇りを持って堂々と、アナウンスできるように頑張りたいと思います。すごく緊張してますだけど、最後までやり抜きたいなって思ってます。選手宣誓を務める大宮工業の鍵山大地キャプテンは、発音などを修正して明日の本番に備えます。埼玉県中の高校球児の思いを背負って宣誓したいと思います。夏の高校野球埼玉大会は明日大宮公園球場で午前11時から開会式が行われ、午後1時30分からの宮代対狭山経済の開幕戦で熱戦の火蓋が切られます。決勝戦は今月28日の予定です。テレタマでは明日の開会式から決勝まで大宮公園球場の試合を中心に生中継します。また試合開催日の夜9時からは高校野球ダイジェストをお送りします。6月定例県議会は今日最終日を迎え、知事提出の9議案が可決同意され閉会しました。補正予算案の審議は4年ぶりにありませんでした。今日の本会議では大野知事が県にゆかりのある3人と2つの団体に彩の国厚労省を送る追加議案を提出し同意されました。大規模災害賞の贈呈が決まったのは、およそ半年間国際宇宙ステーションに滞在したさいたま市出身の若田光一さんや、AFC チャンピオンズリーグで3回目の優勝を果たした浦和レッズなどです。このほか、農家がトラクターを動かすときに使う軽油の免税の手続きを簡略化する条例の改正案などが全会一致で可決されています。また今議会は県議選の後に行われた5月の臨時議会で補正予算が成立したため、定例会としては4年ぶりに補正予算案の審議はありませんでした。ご決定いただきました各案件につきましては、おそらく私のこの与えられた4年の任期の中で最後の議会になるんだろうと。議会との関係もこの4年間で随分それぞれ会派にはよりますけれども変わってきたというようなところもあり、自分といたしましてもこの4年間を振り返って、ある程度皆様とともにワンチーム埼玉で対応する体制が議会ともできたのかなと。
県内企業の魅力を知ってもらおうと、来年3月に卒業予定の県内の高校生を対象にした合同企業説明会がさいたま市内で開かれました。時にはですね、説明会には県内の高校生およそ500人が参加しました。初めに行われた就職支援セミナーでは、社会人になると幅広い世代の人と接する機会が増えるため、自分からコミュニケーションを取ることの必要性などが紹介されました。その後、高校生たちは県内に本社や営業所などを置く企業190社が設けたブースの中から希望する企業をめぐり、仕事内容や給与体系、育休制度などについて積極的に質問していました。自分は製造業の方に興味がありまして、野球部として元気っていうのを2年半やってきたんで、その元気を就職の方にもつなげていきたいなと思ってます。金融業に就きたいなって思ってるので、自分の個性を生かして自分にできることを積極的にしていけたらなって思ってます。行田市の古代蓮の里で1400年以上前のハスといわれる行田ハスが見ごろを迎えています。行田市小針にある古代ハスの里では、42種類およそ12万株のハスの花が楽しめます。中でも10万株と最も多く咲いているのが、ピンクの花びらが特徴の行田ハスです。市の天然記念物にも指定されている行田ハスは、およそ50年前に近くの工事現場で見つかった種が発芽し開花したものです。およそ1400年から3000年前のものと推定され、古代ハスと呼ばれています。園内には朝早くから多くの人が訪れ、散策したり写真を撮ったりしていました。ハスの花は早朝に開き、昼頃には閉じてしまうため、訪れるのは午前7時から9時頃までが良いということです。古代ハスの里のハスは来月上旬まで楽しむことができます。1週間の出来事を振り返るウィークリートピックスです。宮代町の東武動物公園でプールがオープンしました。園内では定番の流れるプールや専用の浮き輪で全長85メートルの岩間を滑るウォータースライダー、それに5分ごとにバケツに溜まった大量の水が頭上に降り注ぐアトラクションが楽しめます。この日は弱い雨が降る時間がありましたが、訪れた子どもたちはさまざまなアミューズメントプールで歓声を上げていました。去年来ました。で、今年もいや、めっちゃ楽しいっすね。お友達です。初プールすごく楽しいです。県が今シーズン創設した埼玉ダービー、通称知事杯の授与式が行われ、1位となった浦和レッズレディースのキャプテン柴田花江選手にトロフィーが手渡されました。埼玉ダービーは埼玉から3チームが参加しているWeリーグを盛り上げようと県が創設したもので、県内チーム同士が対戦する6試合の結果にサポーター投票などを加味して順位をつけました。初代知事杯を受賞でき、大変嬉しく思っております。来シーズンも、知事杯をもっと盛り上げていけるようチーム一丸となり頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。長瀞町の荒川で大学生が溺れ死亡しました。横浜市青葉区の19歳の男子大学生は、友人3人と対岸に向かって川を泳いでいた際に流され、およそ100メートル下流で発見されましたが、病院で死亡が確認されました。白岡市にある杉の子幼稚園で、園児たちが食べ頃になったブルーベリーの摘み取りを体験しました。加須市にあるブルーベリーファーム立野が出張農園として行っているもので、園児たちはしっかりと紫色に染まっていることが完熟の印だと知ると、濃い紫色や大きい実を探して摘み取っていました。今日ブルーベリー摘み取ってみてどうだった？楽しかった。お家帰って誰と食べた？みんなで。
業務の効率化などに向け、白岡市が生成 AI の活用に向けた検討会を行いました。初回のこの日は、NTT 東日本の社員が生成 AI の概要や他の自治体での活用事例、虚偽の情報が含まれていないか確認する必要があることなどを説明しました。市は今後も検討会を行い、業務にどのように導入するかを考えていくということです。所沢市や三芳町などにまたがる三富神殿に、江戸時代から伝わる落ち葉堆肥農法が、世界的に重要な伝統的な農林水産業を営む地域を認定する世界農業遺産に認定されました。武蔵野の落ち葉堆肥農法は、平地林の落ち葉を堆肥として畑に入れて土壌改良する伝統的な農法で、現在でも使われています。関東地方では初めての認定で、同時に認定された兵庫県の但馬牛飼育システムと合わせ、国内の世界農業遺産は15となりました。